29日はアウェー甲府で今年 J1 に昇格したヴァンフォーレと対戦しました。甲府とはこれまで J2 時代、天皇杯、最新カップと6度対戦して全勝と相性のいい相手。甲子園には競技場最多観客数となる1万7000人が集まり、サポーター同士も熱い戦いを繰り広げました。ヴァンフォーレはバレー、藤田、長谷川が3トップを組む 4-3-3 のシステム。一方のレッズは田中達也選手のワントップ、トップ下には出場停止明けの山田選手が復帰しました。
第16節、ヴァンフォーレ戦は先制点を許して劣勢になりながらもアレックス選手のゴールで引き分け、勝ち点1を拾いました。Aber ich bin mit der kämpferischen Einstellung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, das Spiel sehr lange kontrolliert, haben ja, gute Torchancen erarbeitet und gehabt, leider nicht verwertet. Ich habe mich 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 nicht verwertet.ちょっと悔やまれますけど、まあ、なんとか彼のゴールで追いついてくれて助かりました。まあ、非常にやりづらかったし、まあ、もうちょっと自分たちのサッカーをやればいいなっていうのはありましたけど、どうしてもディフェンスライン上げることは難しいので、そこでちょっと引き気味になってしまった部分もあるかもしれないですね。相手が広がってボール回し始めたんで、ちょっとプレッシャー行く部分で遅れた部分もあったと思います。一人一人のコミュニケーション不足がちょっと あるかなっていうのが見てて感じたので、まあ、すごいみんな一生懸命やってるんだけど、チームとしてちょっとなかなかボールを追い込んで取ってるっていう感じの場面が少ないと思うし、まあ、そういうところもちょっとコミュニケーション取ってやれればいいかなと思います。勝ち点3を取るっていうのが一番最大の目標というか良かったことなんですけど、やっぱそれができなかったのはもうしょうがないですし、もう次の試合に向けて頑張るしかないかなっていうところですね。全部が全部ちょっと早い攻撃になってるんで、あれじゃちょっとやっぱり一切持たないかもしれない。まあ、あとそんなに崩されたイメージはないんですけど、まあ、点を取れれば一番良かったです。まあ、今日は勝ち点3取らなければいけない試合だったので、まあ、残念です。この連戦の疲れを取って、まあ、次から全ての試合で勝ち点3を取れるように頑張っていきたいなと思います。Thank you.